Thank you.
遅いです。交流点はこのエリアの奥にあるはずですが、壁があってす他にルートはないので、どうにか。落ち着け、気負ってる。父は殺されたんです。気負って当然です。それが私の身、心配してくれだなんて。私頼んでも。あなたは本当に幸せな人ですね。以前タテスが友達ぶって妙な気を回さないでもらえますか。私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど、は？これだけ言いたいことが言える相手となら、何ですかその。まったく、あなたって人は。にゃーいよ、これは。ご機嫌うるわし。スエドさん、そこまで警戒する必要がありますかね。お互い知った顔じゃないですか。おや、あなた怒ってらっしゃる。察するに。この人から聞きました。あなたさんに何。いや、少しばかりお手伝いしただけですよ。ひいてはそれが私の望みを叶えることにもなる。利害が一致して。答えになっていません。あなたさんに一体何を。進化を促したとでも言っておきましょうか。彼は力を欲しいですが、今の肉体のままでは仮に力を手に入れることができたとしても限界がある。そこで彼は勧めを受け入れ、イーターと同化し優れた能力を獲得した。イーターがデータを捕食して浄化、データを吸収して力を増大させることができるのです。その地球的な力の増大の。ゆうこさん、あなたがイーター。え、いや、こっそりモニターしておいて。あなたの時は完全に取り込まれてしまいましたが、その点はご安心を。しっかり調整して新田君の優位をバッチリ上。はて、あなたは何故何を起こるのですか。彼は彼の望みの。あなたは彼。スエドーさん、あなたはリエさんの正体。彼女の精神が人間ではない何者かであることには。ただそれがロードナイトモンというデジモンだったとまではさすがに知り得ませんでした。付け加えるとすれば、彼女の行為には私もほとほと困りは。彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅に導こうとしています。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや私の夢はあくまで世界の進化であって、そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違えど、現段階での利害は一致しているはず。ここは一つお互い協力。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムは元をただゆえに、私ならば造作もなく停止させ。ですがロードナイトモンさんに襲われたら私などひとたまりも。そこで当座の目的達成までボディーガードを依頼。ここは彼と協力しましょう。少なくとも今すぐにでも世界を滅ぼそうとしているリエさんよりは。いやいや、助かる。いざ